どうしてこんなことに。俺はアントン。アントンさん、コーヒーどうぞ。お、ありがとな。俺はアントン、便利屋を経営している。今日は依頼もなく、とても平和な一日だ。暇だな。ゲームとかやっちゃいます？最近ネットで話題のブラウザゲームがあるんすよ。おい、もう穴に落ちたぞ。アントンさん、そこはダッシュしながらジャンプっすよ。エミリーは出張中で、ローリーは大学に行っている。暇を持て余した俺たちは二人でゲームをしながらのんびり過ごしていた。くっそー、コツがつかめん。ああ、もしかして依頼っすかね。予約していないんですけど、今ってお時間大丈夫でしょうか。はい、こちらへどうぞ。事務所にやってきたのはルーカスと名乗る体の弱そうな男性だった。失礼します。随分お急ぎだったんですね。はあ、いえ、これは持病の影響なんです。実は僕、走ると死ぬ病気にかかっていまして。走ると死ぬ？そんな病気があるんですか？初めて聞きました。珍しいですよね。少しでも走ったら死んでしまうと医師に言われているんです。ルーカスさんはその奇妙な病気にかかった経緯を説明してくれた。僕はもともと走ることがとても好きだったんです。学生時代は陸上部で長距離選手として活動していました。社会人になってからも毎日5キロ以上走るのを日課にしていて、早朝に海を眺めながら走ることもあれば、夜に夜景の見える丘に登って走ることもありました。ストレス解消にもなって、とても充実した毎日を送っていたんです。本当に走るのがお好きなんですね。はい、でも1年前から体に異変を感じるようになりまして。はあ、疲れた。最近やたらと息切れが続くな。毎日走って体力作りをしているのに、急に疲れやすくなっておかしいなと思っていました。俺は元陸上選手だぞ。まさかもう体力が衰えてきてるのか。もっと走らないと。僕は運動量が少ないと勘違いし、毎日のランニングの距離を伸ばすことにしました。しかしなんでだ、こんなにすぐ疲れて。絶対おかしいだろ。日に日に息切れは激しくなっていったんです。それでも僕はがむしゃらに走り続けました。しかしある日、突然胸がギュッと苦しくなり、泡を吹いて倒れてしまったんです。おい君、大丈夫かね。幸い通勤中の方が多く、介抱していただきすぐに病院に運ばれました。ルーカスさん、あなたは原因不明の難病にかかっています。難病？心臓病の中でもとても珍しく、重度の部類です。今朝ランニング中に倒れたということでしたよね。はい。あなたは今後走ると死んでしまう恐れがあります。え？どういうことですか？ルーカスさんの今の体は、心拍数が上がると一般の人の何百倍も血行が良くなってしまい、ものすごく心臓に負担がかかるんです。つまり走るだけでなく、日常生活も気をつけなくてはなりません。中でも走るという行為は最も危なく、走った瞬間に即心臓が止まって死んでしまうということもあり得ます。そんな。心臓に負担をかけず走らない生活をしてもらえれば、当面は大丈夫かと思います。そうですか。そんな怖い病気があるなんて。大好きな走ることを禁じられてしまったんですね。はい、生活が制限されるだけで、それ以外に問題はなかったので、もう病院には通ってないんですが、最近普段の生活にも支障が出てきていて、1ヶ月ほどサポートをお願いしたいと思い、こちらの便利屋に来てみたんです。そうだったんですね。毎日ずっと走ってきたのに辛いだろうな。とても大変なご病気ですし、私たちにサポートできることがあればぜひやらせてください。1ヶ月付きっきりで日常生活のお手伝いをさせていただきます。アレックスも一緒に頼む。もちろんっす。ありがとうございます。ルーカスさんはどんなお仕事をされているんですか？大学を出てからはずっと食品工場で働いています。出荷作業のラインにいるのですが、急いだり走ったりしないといけないタイミングが多くて、僕が走れなくなったことでみんなに迷惑をかけてしまっているんです。なるほど、お仕事の調整も必要かもしれないですね。ルーカスさんから困っていることや手伝ってほしいことなど、普段の生活習慣について話を聞き、明日からお手伝いを開始することにした。
翌日早速俺たちはルーカスさんの職場へお邪魔して事情を説明した。そういうことであれば全然構わないよ。何か気づいたことがあったら教えてくれ。はい、よろしくお願いします。むしろこいつが気を使いすぎなんだよな。みんなフォローしてやるから遠慮なく言えって言ってるのに。工場長、職場環境はいい感じだな。作業内容で改善できるところを探してみよう。数日間ヘルプに入って気づいたのは、確かに忙しいが走らなくてもいい作業も結構多いことだ。重い荷物を持ったりするのは難しいですけど、倉庫内の在庫チェックや伝票整理なら運動量は少ないですよね。パソコンの伝票入力とかもありだな。そのあたりの作業を振ってもらえるように交渉してくるか。あの、僕パソコン操作が苦手でよくわからないんですよね。もしよければ自宅で教えましょうか。お仕事以外でもパソコンは使えたら便利だと思いますよ。本当ですか？助かります。そういう機会が全然なくって。俺たちは仕事を手伝いながらルーカスさんの仕事環境の改善に努めた。半月経つ頃にはルーカスさん自身が体調に不安なく円滑に作業を進められるようになっていた。冷蔵庫の在庫チェック終わりました。いいね、最近生き生きしてるんじゃないか。アントンさんたちのおかげですね。日常生活も極力心臓に負担のかからないようにサポートを続けた。やっぱり減塩料理がいいっすよね。お風呂はぬるめのお湯で入る時間を決めてか。しかし少しの油断が心臓の負担になってしまうこともあった。すみません、チャンネルを変えたら怖い映像が流れてしまって。驚かせることも心臓に悪いですよね。なんとか大丈夫でした。昔から怖い映像とかが苦手で。気にすることがたくさんあるのは大変だな。夜はランニングではなくゆっくりウォーキングをして軽めの運動を取り入れている。そういえば最近狂犬病が流行っているって職場の人に聞いたんですが、ご存知ですか？人間も感染するって聞いて驚いて心臓が止まるかと思いました。人にもうつるんですか？狂犬病にかかった犬はかなり攻撃的になっていて、人間も噛まれると危ないらしいですよ。狂犬病も怖いけど、ルーカスさんが驚かされて心臓に響くのも怖いな。こうやって話しながら歩くのも楽しいですね。そうですね、こうして歩くのはストレス解消にもなりますし、小さなことから病気の症状が改善することもあるかもしれないですからね。少しずつ頑張っていきましょう。俺たちのサポートは順調に進んでいた。しかし翌日大事件が起こる。今日は週に一度の買い出しの日で、ルーカスさんとは仕事終わりにスーパーで落ち合う予定だった。今日はサバの塩焼きだったかな。そろそろ自分一人でも作れるようにならないと。ルーカスさんはいつもの帰り道を一人で歩いていた。すると道の先にかなり凶暴そうな犬が何匹もうろうろしていた。あんなにたくさん、まさか狂犬病にかかってたりするのか。しかし次の瞬間、犬たちは遠く離れたルーカスさんに気づき、次々とこっちへ向かってきた。やばい、逃げなきゃ。走れないルーカスさんは必死に競歩で逃げ続けた。走って逃げたいけど走っちゃダメだ。もし走ってしまったら俺はどうなるかわからない。落ち着いて歩いて逃げるんだ。しかし犬のスピードは速く、すぐに追いつかれてしまった。もうダメだ。ルーカスさん大丈夫ですか？アントンさん、買い物を早く終わらせておいてよかった。アントンさん、ルーカスさん、こっちです。おお、俺はルーカスさんを背負い猛ダッシュで凶暴な犬から逃げた。10分後なんとか犬を巻いて公園までやってきた。ここまで来れば大丈夫か。やっと逃げ切れたみたいっすね。狂犬病かもしれないので通報してきます。ありがとうございます。アントンさんは命の恩人です。ルーカスさんは泣いているようだった。いえいえ、そんな。もうすぐサポート期間の1ヶ月が終わります。お二人のおかげで日常生活がとても楽になりました。僕のためにいろいろ手を尽くしてくださってとても感謝しています。でもこういう急な時に一人ではどうすることもできない自分が情けない。なんで僕は走れないんだ。ルーカスさん、え、どうしたんすか？そんなに泣いたら危ないんじゃ。え、そう、この時俺は気づいていなかったのだ。泣き叫ぶこともかなり心臓に負担をかけることに。大変だ、発作を起こしてる。救急車呼びます。どうしよう、このままじゃルーカスさんが死んでしまう。ルーカスさん、今は病院に通ってないって言ってましたけど、もしかして諸星総合病院に行けばこの難病を治してもらえるんじゃ。諸星総合病院、救急車が来ました。俺たちはわずかな望みをかけて諸星総合病院へと向かった。ルーカスさんはすぐに手術室へ運ばれ、心臓の大手術が行われた。その結果、
ルーカスさんの心臓は無事元の状態に戻りましたよ。本当ですか？よかった。なんと諸星総合病院の素晴らしい技術によってルーカスさんの難病を治すことができたのだ。まさかこの病気が治るなんて。アントンさん、お知り合いでしたらもっと早く連れてきてくださいよ。かなり危なかったんですからね。いや、面目ないです。ルーカスさんの日常をサポートすることばかり考えていて、病院に連れていくという発想が思いつかなくて。いやいや、結局こうやって治していただけましたし、アントンさんたちと一緒に過ごした1ヶ月はとても楽しかったです。ルーカスさん、もう二度と走らないと諦めていたのに奇跡が起きて本当に幸せです。アントンさん、アレックスさん、ありがとうございました。元気になったらまた一緒にお話しながら走りましょう。俺も体力作り頑張ります。ルーカスさん、すごく嬉しそうでしたね。1年以上も大好きなことを封印されていたからな。医者も原因不明だって言ってたし、いきなり難病にかかるなんて夢にも思わなかっただろうな。そうですよね。走れないだけじゃなくて生活の仕方も工夫しなくちゃいけないなんて。今回の案件で周りのサポートがとても重要だと改めて学びました。おお、いいこと言うじゃないか。俺たちは困っている人たちの力になるのが仕事だからな。たくさん経験を積んでこれからの仕事に生かしていこう。はい。今日も見てくれてありがとう。君が見てくれて俺は嬉しいぞ。アントンさん、チャンネル登録もうしました？おう、もちろんだ。さすが。みんなもチャンネル登録と高評価よろしくね。